どうも、檻の晩酌ご視聴いただきましてありがとうございます。タモンズ阿部でございます。いやー、負けましたかね。今日は勝つかなと思ったな、途中までな。ほんとまたマッチですよ。もうなんなのよ、あの男は。本当にもう好きね、オリックスいじめるのが。本当にもうオリックスファンのね、心をもうギタギタにしてくれますわね。本当マッチはね、本当ね、もう貝も好きね、オリックスね。もうオリックス見たらもうウキウキで、もうレフトスタンドに叩き込むよね、甲斐も。いやー、もうほんとね、やられましたよね、ほんと。継投って難しいね、ほんと。なんとかね、ソフトバンクさんに初の勝ち越しですか、なんて思っちゃいましたけどもね。まあ残念でしたね。あともう何と言っても、もうあと一番辛いのはね、もう何と言っても T なのよね。私はもう辛いよね、これ以上 T の打席を見るのが。本当に、もうなんかね、痛々しくなってくるよね、本当。まあ今日ね、あの7回やったかな、あの牧やからね、あのほんまスライダーかなんかがね、たまたまタイミングあったかなんかでね、ライト方向にね、もうどでかいファール打ったんですけどもね。いやあ、時はもうほんま立ち上がってね、もうガッツポーズしましたけどもね。まあまあ、そんなね、甘かないですわね。まあ今の T でね、ライトポール巻かないわね、それるわね、本当に。まあその後ね、きっちりね、バットのもうどこに当てたんよっていうようなね、ボッテボッテのショートゴロに倒れてね、チャンス潰してましたけども。まあその後のね、大城も含めましてね、もうなかなかちょっと下位打線が厳しいわね。まあ大城は1番ではあるんですけどもね、チャンス作って T 岡田大城で、お疲れ様っていう感じですよね、ほんと。どうしたもんでしょうか。ちょっと打つ人間が足りませんわね、4安打じゃね。まあでも4安打で4点取ったのはまあすごいですけどもね。いやー、どうしたもんでしょうか。9月3日木曜日、4対5で負けっていうことでね、まあ逆転負けですわ、ほんとね。ああ、でもね、今日はあの先発が増井さんということでね、ナイスピッチングでしたね。オリックスでね、先発するのこれ初めてちゃうかね。噂には聞いてましたけどもね、あの先発の松井さんと9回に出てくる松井さんは別物なんですよっていうのはね、聞いてたんですけども、いやー、さすがでしたね。いや、ちゃんとね、しっかりもう5回に失点にまとめていただいてね、しっかり先発の役割をね、果たしていただいて。いやー、フォークもね、いい角度から落ちてましたよ。素晴らしいピッチングでした、もうね、本当に。ほんとすいませんね、ほんとね。もう私はもう増井さんの顔なんてもう見たくないよ、なんてもうどっかで言っちゃったような気がするんですよね、ほんと。ほんとに申し訳ありませんでした。増井さんナイスピッチングでございました、ほんとにね。いやー、これどうするんですかね。先発ローテいっぱいおるけどね、だって明日山岡復活でしょ。で、明日山岡が大丈夫そうならね、あと幸也もおるしね、長薬くんもいます、アルバース先生もいますしね、
山本田島ね、うん、で7人ぐらいおるけどもね、うん、どうするんでしょうかね、うん、まあ大いに越したことはないんですけどもね、うん、ピッチャーはね頑張ってくれてますわね、みんなみんなね、うん、あとね今日はねこちらね、ラオウも良かったですね、うん、まあバット折られてましたけどもね、もう執念のタイムリーですよね、最終回もねなんとか森から塁に出てもろってね、うん、夢を見させてくれました本当にね、うん、ラオウね、まあ早くでもラオウのホームランが見たいのよね、うん、まあヒットもいいんだけどもね、あのうん、もう日本人離れしたね、あのもうむちゃくちゃな弾道のねあのホームランが見たいよね早くね、うん、まあラオの魅力はそこですからね、うん、まあでもでもね、まあまあ良かったです、ありがとうございますね、あれで反撃ムードできましたもんね、うん、そしてね今日はやっぱこれですよ、まさかでしたけどもね、松井正人逆転スリーラン、すごいね、びっくりしたね、ねえ、まさかまさかの松井正人ですよ、ねえ、松井まさかですよ、本当に、うん、まさか打つとは思わなかったけどもね、まあ、失礼ながらね、うん、ホームランとは思わなかったよね、うん、なんかね、ヒットは期待しましたけども、いやライトスタンドに叩き込むとはね、まさかね、いやすごい。ね、あ怪我大丈夫やったかなね、あれでねちょっと負傷交代してからちょっと富山くんもねあかんなりましたからね、うん、あそこでちょっと流れ変わってもたような気もするわね、ちょっとうーん大丈夫やったかな、うん、心配ですね、うん、さあ、そしてね、今日はこの人がねちょっと今日は打たれちゃいましたね、富山くんね、えマッチとね海君にね、まあ、連チャンでホームラン打たれてねあっという間に逆転されましたわね、うーんまあねちょっとフォアボールでランナー出してねその後にちょっとね松井正人がね負傷してしまいましてね、あの変な感覚相手もたからねあれがちょっと良くなかったのかね、うーん出てきていきなりね再開してもうすぐ打たれてたもんね、うーんマッチにね、いやまあでもね、4試合目ですか、4試合目にして初の失点っていうことですかね、まあだからうーんまあまあ経験ですわねこれもね、うーんまあしかし痛いところで打たれちゃったけどね本当に、うーんあっという間に3点取られたからね、ほんと。どうかな、やっぱ、ちょっと急遽ね、若月に交代したからね、なんかそこら辺の意思疎通も取れてなかったのかね、まあね、いや、若月はね、最近どうなんだろうね、なんか伏見の方が、試合はねうまく回ってる気はしますね、なんか、うん、まあ打たんすぎるっていうのもあるけどね、今日ちょっと最近の若月がね、うん、なんか正捕手が徐々に伏見に移行しつつありますよね、ちょっとね中島監督しれっと正捕手を伏見にしようとしてますよね、なんとなくね、うん、まあでも今日ね若月ところ若月のところでね送りバントかなと思わせといてね、バスターありましたけどもね、いやね結果的にはねなんか送りバントみたいな形になりましたけどもね、いい作戦ですよね、タイミングがいいですよね、中島監督はなんかそういう采配のねやっぱキャッチャー出身ということでね、うん、なんか裏書くの得意なのかね、うん、やっぱね、いいタイミングのバスターでねちゃんとマッチも騙されてねもう猛チャージかけてるところにね若月もちゃんとサード方向に打球飛ばしたんやけどもねあまりのボテボテすぎてね、うん、
ただの送りバントみたいになってましたけどもね、まあ若月らしい打球ではありましたけどもね、まあね、うまいこといかなかったね、まあいい作戦でしたけどね、あとね、いやこれね嬉しいニュースね、正隆さんはもう一人だけ元気ですわね、今日も最後に一本出してましたね、ちゃんと仕事はして帰りますね、去年21試合の連続安打ということでね、連続試合安打ということでね、昔ゴッツが26試合連続安打かなんかやってましたよね、いやー正隆さんもね、一番何すごいよ、誰やったか忘れたけど30何試合とかやもんね、いやいやいや正隆さんはねもう今のオリックスのね唯一の希望でございますからね、ほんと頑張っていただきたいね。まあそしてね、まあ最後にまた今日もこれの議論になりますけども、 T がねやっぱもう辛いよね、まあねちょっと中島さんも一旦ね、まあその T がチーム浮上にはやっぱ T がね必要やっていうのはね分かるんですけどもね、ちょっとさすがにな、今日もなんか森のインコースストレートなんやそれみたいなスイングしてましたけどね、スイングが波打ってましたけどね、なんかね大丈夫なのかな、ほんとね一回なんかね休養でもええんちゃうかな、2軍でゆっくりね、ほんまもう辛いですわほんとね、というわけでね、まあ負けました。で、まあでも、ここはね、もうソフトバンクとのカードで五分に持ち込んだということでね、もう、なんか落ち着かせるしかないですわね。まあだから明日からということですよ。要はね、山岡がね、明日はもうまた、もう一回ね、ちょっと、登板ということでね。前回ちょっとまだ早いかなみたいな感じだったけどもね、どうなんですかね、もう一回再調整してきてええ感じになってんのかね、まあ楽しみですね。というわけでね、切り替えていきましょう。折の晩酌でした。さようなら。チャンネル登録お願いします。